ありがとうございます今日はもう寝てましたさっきまでもうココハちゃんどんな時間に寝てるのってまあ感じる人もいるかもしれませんね <laughs> たまたまですよ今日はね結婚してあお答えです帰ってきて普通に寝てました <laughs> そう鼻声に聞こえたのはあの寝起きだからです嫌 <laughs> なんですけど恥ずかしい コメントの虹が、うそ嘘嘘ひらがな、うそう、なんでだよー、本当だ。なんでだよー。そう、実は寝起き。ね、当然通し届いたんですか。え、初日ですか。きゃら <laughs> このルーム、当選確率低かったから、希望の星ですよ。 名古屋はね雪降ってましたちょっと今は分かんないんですけど <laughs> そういや夜はねどうでしょうかイクラブちゃんみたいなタオルありがとうございますそう寝起きなんですよ実はね受精式当たってたからファンクラブのトレード出したあそういうことねだって エフレーツをみんな取ってね、だって。トレードが。エフレーツ、出されたそうです。そう、昼寝してました。雪はね、どうやった。<laughs> でも寒すぎましたね、普通に。普通になんか歩いてたら、顔に向かって雪がやってくるので、ちょっともう。はい、はいって感じでした。 12あ,あ、いいな12時間雪上がってテンション上がありました僕の当選通知どこだーまだかな <laughs> 当選通知っていうあの哀愁漂わせてる感じかと思ったら違った紫、まあのあっぱりありがとうございますねえトレードじゃないのに今日来たってことそんなこともあるんだね 嬉しいね名長屋の隣の市に行くだけで20センチえー、そうなの <laughs> 場所によっても違うのか連番じゃあーあらそっかかとわりさん当たってたもんね肌ありがとうございますキラキラありがとうございます寝起きからメイク直してません <laughs> そうメイクしてたからそ,うそのまま寝てて起きただけです ごめんなさい直してません <laughs> キラキラありがとうございますう <laughs> んいい公演お疲れ様ですキラキラありがとうございますハートありがとうございます結婚してお子たんですいや雪食べたかわかんないですねちょっとま向かってきてたのでいつの間にか食べてたことあるかもしれないサムスのレベル違う割と降ってましたね時間帯とかにもよったけど てましたね。ね、顔面痛くない。あ、イコラブちゃんみたいに取る十巻、ありがとうございます。一合戦できるほどは。積もったかな。積もったらやりましょう。キラキラありがとうございます。かわちゃんのピンクのペンライトありがとうございます。わ、キラキラめちゃめちゃたくさんありがとうございます。キラ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 。るハート、ありがとうございます。かけなちゃん。の、あの子と一緒に。 あー女性席ってことねなるほどなるほどです私のペンライトカラーありがとうございますおいいいいグッズのデザインありがとうございます楽しみにしてますキラキラありがとうございますくじ引いたらココハちゃんの中吉引きましたおなかなかココハのくじはちょっとなんて書いてか忘れちゃったけど 俺でいいい感じのこと書いたような記憶があるんだけどどうでした <laughs> ねびっくりしたいやここももあの、寝起きには衝撃の強すぎる発表で曽谷さんのなんか12期生とを加入して3か月ねなかなか機会がないとさ先輩ともお話とかってできないからほんとにほとんどまだお話したことない先輩の方がもう大半なんですけど。 なんか加入してから卒業すられる先輩も多くてなんかまだ話したことない先輩とかも卒業されていっちゃうからなんか寂しいなって思いますねそのまま寝てて起きただけですねっとかマリンさんぽかったえっしいキラキラありがとうございますイコロちゃんみたいなタオル10本ありがとうございますかきりなちゃんのあの子あの人かな <laughs> ハートありがとうございます。お6列目でオッケーです。どこら辺だろう？ね、広島も雪降ってたみたい。水色と黄色のダルマジックありがとうございます。トレード頑張ってください。あ、そうなんだ。推しの卒業はなんかもうね。でもあれですよね。なんかあの今新しい活動とかも始まってて。 なんか応援の形は変わるけどねえ,え見たことないですノリが軽かった SK 劇場行ってみたあぜひ来てくださいあの私が出るときに来てください <laughs> 私が出るときにぜひ来てくださーい神ありがとうございます 私が寝てるときに来てくださいねあ、それ中吉で書いたんだっけあそっかそうそうそう4日目ですカキレナちゃんのフルケドどうだろうねちょっとわかんないなそれは <laughs> どうなんだろう <laughs> どうだろう <laughs> み見てないんじゃないレノとかやわそうそれはちょっと T シャツまで見てないんじゃないって言おうとしたけどそれはちょっとダメですね小川ちゃん時間ややったーやったたこんばんは。 今日はねでもね割と雪は楽しみました <laughs> なんかさちょうどなんかレナと帰りが一緒になったんですよたまたまねたまたま帰りの時間が一緒になってピンクのペンライトくまちゃんありがとうございますそうだからなんかそうメールには送ったんですけど雪をさ降ってるって知らなくてそう普通になん,かえなんか明るくないみたいなの ココも冗談半分で「うわこれ雪で白いんじゃない?」とか言ってたら本当に雪で、でもう2人ともなんかたまたまあのスカート履いててスカート履いててあの生味だったんですよ2 <laughs> 二人ともたまたは <laughs> 本当に寒すぎてもう笑いながら「寒いんだけど」とか言いながら。 帰ってました。確かにお花は、ええー、ちょっと後で写真送ってもらおうかな。雪、どれぐらい降ってるって。岐阜の方がやばいん。ってことでしょう。一時とか、えそうなんだ、一時はちょっとあれだわ、見れてないわ。バラ、ありがとうございます。そう、ちょ、たまたま一緒に公園入ってください。お願い 愛知県に一回降るえー、じゃあもうもうもういいよ <laughs> もう楽しいんだから朝から降ってたけどなんかちょうど外出た時間が強かったのかななんかもう多分風も強くてって感じだったね強いでしょ <laughs> なんか足ってさ一番なんか冷やしちゃいけないのに そそそうそうそうタイミング的になんかあの演出が派手だったあのー、<laughs> 演出的になんかめっちゃ降ってたなんかちょっとなんかふぶいてる感じとか割とまあ演出ですね <laughs> でもなんかその歩いてたら車の上になんかめっちゃこれぐらい雪を積もらせてる車とかめっちゃあった。 どっから来たんだろうね普通に止めてたらたまったのかな <laughs> 結構何台かいたから雪を連れてきてた <laughs> いろんな車が「義勇の関ヶ原6 0ンチやばかわいいありがとうございます。 確かに岐阜の人かもえそうほんとに積もってた車の上にえなんかさ愛知ってあのさ道路にさありますよねあの駐車場びっくりしたもんねここは <laughs> 家の中は暖房全開まあ、いつもつけてますね <laughs> 寒いからいや積もってはないと思う名古屋なんかずっと降ってたけどね でも今日朝一人で滑りそうになりました <laughs> 滑りそうになりました一人でてかお肌ね大丈夫かね広島降ってるらしいですよ今も今もっていうか現在気は知らないですけど今日降ったらしいですね 大阪は積もってないですあっそうなんだ愛知はもう積もらないねなんか結構降ってるけど積もらない積もってなかったなんか雪って傘さすもんなのかな <laughs> 雪って傘さすんかな なんか分かんないんだよね積もればニュースになるレベルじゃあ積もんないか積もんないでほしいですよね雪 <laughs> はえっす確かに濡れるのは嫌だ 今日はフードかぶってた <laughs> 写真送ったかフードをかぶりましたと塗りに行ったレナはレナフードないんだけどって言ってました <laughs> めっちゃ物もないと思う雪はまあ好きじゃないですね まあでも外から見る分には好きども雨もなんですけどなんか外からなんかあ違う中から部屋の中から眺めてるのとかは割と好きですね雨とか雪とかも名古屋あ風向きしないねいいぞ「脳内再生が言う好きだ」なんかねねなってあのなんていうの「うんうん」って喋るんですよ レナフードないんだけどーって言ってましたボタ雪って何ですかボタ雪ってボタ餅みたいなニット帽ねここあれ普通にえレナなんか2回目始めたもしかして横浜は快晴の冬晴れですねそうなんだ横浜行きたいなー <laughs> これは眠たいあくびじゃなくて寝起きのあくびです <laughs> ね噂をすれば2回目じゃないさっきやってたよね無事 <laughs> 帰れたんだねそれは良かったよね,ねえそうなの12期って2回配信してたりするのこれレナしか知らないわ2回配信する女はそうなんだはいあ,ありがとうございます初めて知ったあ百九9日 次なんかお祝いの背景になるのはいつなんだろうな200日目とかだったらちょっと寂しいなーえー、湿気を多く含んだ粒の大きい雪のことぼた雪って言うんだ初めて聞いたあまあ割と自己判断であっ今日はぼた雪だって感じハートたくさんありがとうございますえ嬉しいちゃんと見てない,いや ないにゃんさあとはたまにえそうなんだ知らなかったおめでとうありがとうそっか120日だって4か月なんだへえー、じゃあもうちょっとで4か月経つ確かに誕生日デザインの方が先に来るかなえかぶったらどうなんだろうねいやかぶだってコカのさ 誕生日前後ってさ3日でしょだから2月17から23ってことえかぶったらどうなるんだろうねだ <laughs> ってそ,そこってさなんか切りのいい数字じゃないえ面白くないいやもうあなんか100日経ったらさその次がさ何日目でさお祝いの画面になるか分かんないんだけど連続配信のめっちゃ面白くないそしたらそれだったら。 ハハハ見てるはクラスにいたいましたこういう人、まあ、こういう人っていうか、まあ、部屋の隅で本読んでただけですけどね <laughs> 高校生の時は部屋の隅で休憩時間は本を読んでいてめちゃめちゃ結構 休んでいるなのにすぐ家に帰る人 <laughs> <laughs> 誕生日付近大体135くらいえー、じゃあないかえもしかもったらどうなるんだろうね面白くないですか優等生タイプなのかな私優等生じゃないですよ方言的に <laughs> 文学なんかね本読むの好きだったんですけどもうねずっと読んでないですねやっぱなんか学生って割とさその拘束時間があるからこそのさその朝行ってからホームルームまでの時間とか休憩時間とか読んでたけど拘束時間がないとあんま読まなくなるんだね <laughs> 読みたいけどねなんか本読むならこっち優先しようみたいなことが多いのかもしれないおばあちゃんとかになったらいっぱい読もうかな <laughs> 結婚してお断りですいやお母ちゃん可愛くないですよ神ありがとうございます 院長とかはあの中学生時代の性格の時はやってましたね大議員やってましたあの中学生の時はめちゃめちゃ真面目な大議員だったのでなんか体育館で全体で集まる町会とかはもう全学年で一番に体育館に行ってましたね画面半分誕生日資料だったらおもろい確かにでもそれがもう当日だったらちょっと悲しいけどね誕生日優先してくれって <laughs> 学生の頃は図書室行きまくってたの図書室ねでも図書室はね あんま言ってなかったなぁ。<laughs> アイドル資格読み始めましたおあれって本が元になってるんですねドラマーもやってるから同時進行で見るのもいいかもしれないですね <laughs> 流れ星ありがとうございますそうそう学校内でそうそうできることも限られるし制限があるとさその中でいろいろ試行錯誤するから楽しいみたいなこともありますよねキラキラありがとうございます結婚して お答えでハートありがとうございますそう大議員やってたえなんかさそういうよ呼び方とかも多分地域的地域で違いますよね何があるんだろう他に国こはは中学生大議員って呼んでたけど何やとうんしっかり掃除してとか言ってそう 中学生の時はどうなんだろう言ってたかもね高校生の時はちょっとたまにサボったりしてました掃除とかあ <laughs> 早く帰りたすぎてなんか高校生の時ってさあの半でさあの掃除この1月は1杯と3番とご飯が掃除ですみたいなだからちょっと帰れなくなるでしょそしたら早く掃除して帰んなきゃんだけど <laughs> だからたまにめっちゃ遊ぼってたりしたんですけどこっそりね <laughs> 秘密ですよ <laughs> 大議員とかあそう学級委員長みたいなもんです中学生の時ね高校なんて呼んでたっけ高校は何て呼ん高校なんて呼んでたか忘れたんだけどそういう代表のこと待って高校の時なんて呼んでたっけそういうやつ なんだっけ全然覚えてない。<laughs> 学校行くよりサボってたら勝手に給食員 <laughs> 給食員 <laughs> そうそう、学級員ってこと。生徒会の役員じゃないです。あの、ただ、クラスの代表ってだけ。壮大え、待って、高校の時はなんて呼んでたかめっちゃ忘れたんだけど。何だっけ 風紀委員、ええー、風紀委員風紀委員とかあったことないな。高校総務委員な気がする。違うかも。え、総務委員え、待ってもう分かんない。高校の、高校の記憶の方がないんだけど。高校はね、総務委員だった気がするな。でもなんかね、その、高校の時は、その代表 クラスの代表多分総務員っていう名前だったと思うんだけど全部野球部がやってた <laughs> 多分やれって言われてたのかな <laughs> えー、学級委員長クラス委員長学級委員長総務委員総務委員だった気がする高校の時総長はやばい <laughs> そうね 今もうね私は高校時代の青春を取り返してる <laughs> キラキラありがとうございます院長やらされるタイプだった総務員な気がするねそんな気がします いろんんなな呼び方あるよねなんかみんなにも聞いたんだよね12期のなんだっけな面白いよねそういうのにも地域性が出る地域なのかなでもそれはなんか学校ごとっぽいよね棋士団総長総長 あ、9丁なんか9丁誰かも言ってたわ。ビームかななんか誰かも9丁って言ってた。小学生の時は放送委員でした。小学校の放送委員めっちゃ楽しいんですよ。確かに学校用語ってね、楽しいですよね。小学校の時の放送委員は、なんか休職の時に、今日の献立は、 麦ごはんカレーほうれん草のごま円、牛乳ですみたいな放送してで自分の好きな音楽流せるんですよでクイズとか出してたクイズの本が置いてあってあのー、放送室に「クイズです」とか言って。 でめっちゃ笑って怒られてたは <laughs> SK 流してた最高の布教活動ですね、えー、放送室でご飯は食べてなかった戻って食べてたやっぱ小学生の時放送委員放送委員めっちゃ人気だった小学生の時麦ご飯とカレーに笑ってる <laughs> 中学生 <laughs> 放送委員でしたやっぱ人気ですよね小学校 ほんとねそう放送できるからね楽しい、ね、でも中学生の時は中学だよねあれうん中学生の時はなんか放送委員あったんですけどここはの同級生で1人しかいなくて廃部の危機に陥ってましたねでも後輩34人ぐらい入ってあの続けられてたんですけど <laughs> そう一気に人気がなくなるっていうまあ委員会と部活じゃ違うもんねやっぱまたね そそうそう細い人気だった給食の時間に効果歌ったりしない確かにここ放課は言わないもんなユアにゃんが放課って言うからさびっくりするよね休みのこと放課って言うんでしょ小学生の時は大休憩小休憩って呼んでたで中学校の時は何だろう何も言ってなかったかな休み時間みたいな 毎週シーリア s i レンタルして。ねー昼放課とか言うんだ。えー、柿沼が十年、10連タワーもらったの <laughs> あれか、イベント参加してるのかな多分。アバターの名前がなんちゃらなんちゃらって言ってたから。アバターみたいなテロップに書いてたから。10連はすごいね。一 <laughs> 人の人すごいね。行間 行館って何あ授業館だから行館ってことなんかあの、国語のさ、用語みたい <laughs>。国語にもあるよね、行館って <laughs>。放課が当然すぎて突っ込まれるとことに分かる。えー、そうなんだ。逆にも、え、放課え、家事じゃないよねみたいな感じの感覚です <laughs>。か、か、か、家事じゃないよねって感じ。行館休み、えぇ、ー。 あ高校の時は10分休憩って言ってましたね二2と3限の間は行間あそこオンリーで, <laughs> 隣の岐阜県でえっえっええ愛知だけなのかな行間ねあるよねそっちの行間が思い浮かぶわなんか頭えらげじゃないこっちの行間の方が思い浮かびますとか やっぱ行間って大事ですからねそうなんですよ行間は本当大事ですよ <laughs> かけれちゃめに行ったらテンションすごかった <laughs> いいよね絶対もう思い浮かぶもんテンション感が素直にめちゃめちゃ喜んでそうでかわいいね <laughs> 行間かっこいいですよねそう行間に何があるのを掴むそう大事なんですよ行間を読むよ 業界読むの大切大事あ机つるとかもそう言わないね普通に机運ぶって言いますキラキラありがとうございますでもコクはなんか方言と分かっててもなんかもう流れでさ使っちゃうことってあるじゃないですかだから広島って届くのことをタウって言うんですけどそれはもう方言っても分かってるからまあ、伝わらない っていうかもう方言っていうのを分かってたんですけど使っちゃうことがあって聞き返されますねえ届くのことをたうって言うんですよだからそう方言とは分かってるんですよ分かってるんですけど使っちゃうんですよもたうタウですたうえそうたう嬉しい新鮮な嬉しい新鮮な反応 そ <laughs> そうそうえあそこの本たまんなんだけどとかえあそこタたうみたいなあ物ものがたうはちょっと違うかもなんかねなんて言うんだろうなあそこ届くみたいな感じの時にあそこたうとかあそこの本たまんけん取ってとか まあそんな感じそんんなな感感じじです嬉しい新鮮な反応でそ,うそれをね使っちゃったことがあって確かもう方言と知りつつねあと方言と知りつつ <laughs> 本が<型笑>んか本うーんあそこの本たうみたいな <laughs> むずいよね方言ってそう届くたうって言います あとは、あと方言と分かりつつ使っちゃうことは、あの、青字ですね。あざのことをさ、青字って言うんですけど、広島は。やっぱさ、あの、膝をさ、ついたらさ、すぐさ、青字できるんですよ、ここは。<laughs> ダンスとかやってて。結婚して、青とありです。そうだから、言っちゃいますね。もうわかり、分かってるんですけどね。あざが出てこないんですよ、もう。青字が出てくるから。 また一つ広島のあ嬉しいどんどん覚えててくださいハートありがとうございます関西青たんね青地に笑うの黒に言えるって何青汁じゃないよ青汁のことは広島では青汁ですえそう青汁って言いますねそれも割と聞き返されますねなんかさこう広島弁 カルタみたいなのやってたからさ小学校の時 <laughs> そうだからその何が広島弁で広島弁じゃないかっていうのはなんか理解してるんですけどもうなんかさ使っちゃいますねえわかんない漢字で書いたらわかんないわ旅行の友って広島なの <laughs> 広島の話をしてたら冬木さんがああちょうどいいタイムリーですね結婚してお答えりです 2回目3回目理解はしました <laughs> 使ってみてくださいあのじゃあまあ驚かれたい時に使ってください <laughs> 田中の振りかけえそうそう広島なの広島なのかいこんばんは <laughs> タウの衝撃えそうなのそんなあれなんだ 嬉しい。みんなに衝撃与えることができて。ええー、岐阜で青ニえるっていうの。うちは使わないですね。うちは使わないんですよ。使ってる人は見たことないか。結婚して。あ、答えあります。<laughs> 広島のめっちゃ美味しいですよ。広島、広島の、あの、私、広島名付けが好きなんですけど。美味しいですよ。 おすすめです。方言難しいですか？広島えー、キラキラありがとうございます。方言ね。でもそれぐらいかもね。なんか特殊で、もう全然違うみたいなのそれぐらいかもしれない。なんかイントネーションとかさ、語尾とか、ちょっとした違いとかはあるけど、まあ、伝わるじゃないですか。 もうなんか伝わらない系はその2つだけかもしれない日常で使う言葉的にあ対にね対にでもまあか使わないかもねあんまり確かに面白いですよね そそうそう広島菜はねそういう使い方なんですよおにぎりに巻いたり広島菜のおにぎりだったら巻いてある青森ね確かに分かんないかも結婚してあごのわりです広島菜買ってみてくださいパ e ュームさん p e r f さんも使ってるのかな方言なんかねココかはもうねなんかねもう封印してるのよ 広島弁を無意識ですよでもこれ無意識だからちょっとね悲しいいよね <laughs> あ,ーありがとうございますなんかさ話しててなんとかなんとか「えだからさ」って言っちゃうんですよもう,もう怖くて自分が「そのだからさ」とか言わないからさもう怖いんですよ自分が「えなんとかなんとかなんとかえだからさ自分からさもうスムーズに「だからさ」が出ることが怖い。 方言やなっあそう,なんだえそう普通だったらさえなんていうかなんていえじゃけんさみたいななんですけどえだからさとかもうほ言わないですよもうでも言うようになっちゃったんです怖い怖いよもう広島弁私の個性が一つなくなりつつあるやだー <laughs> でも無意識だからどうにもできないんですよね愛ちゃんも方言ないですよね お母ちゃんが広島弁使ってると多分いつの間にか覚えるねえでも使わないんですよねあんまり同期と話してる時はいやそう同期と話してる時に感じるもんだって埼玉ないのいや染まったの確かにね広島弁で話す相手がいないと。 いやでも地元戻ったら多分普通に喋ってると思うね戻るよね絶対わざとらしく広島へで, <laughs> でもレナはなんかもともと標準語を混ざってるんですよ100%の関西弁じゃないからもともとがだから標準語も喋るんですよあの子は。 えそうなんですよねなんか浮いてる感じがするから多分無意識に標準語にしてるなと思います東あ確かに東海で広島弁引き出してください <laughs> 引き出してくださいあの東海で多分 ため口でいいよとか言ってくれたら広島弁が出るかも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 しれないわ <laughs> 分かんない <laughs> でも先輩だからさ敬語だったら出ないんですよかきれいなあれなんですよあの多分お母さんが標準語でしゃべってるから <laughs> そうもともと100%の関西弁じゃないんですよ <laughs> 出たら惚れそう <laughs> 確かにイントネーションそうそう関西と関東関東のハーフだからっ <laughs> やってください半歩下がってたわんわーっていうプレイしてくださいほげ憧れる地元愛ヒソーラーじゃんヒソーラーって何 <laughs> そうそう環境多い タメ口じゃあトーク会でトーク会で <laughs> ショールームであれなんですよタメ口使っちゃうと <laughs> あの注意されちゃう <laughs> 注意されたことがあるんですだから気をつけてます「広島弁の定年後」えー「え使ったことない何とかしとってですよね」とか。 分ったことないかもえ分かんない誰ちょっと分かんないご存知なかったすいません申し訳ない <laughs> キラキラありがとうございますあマネージャーさんとかから注意はされませんよなんか普通に <laughs> なんか多分一時期ね玉口で喋ってた時があったのかなちょっと忘れちゃったんですけどそうしたら 言われてたからまあいいですよね特会の特権とかになっても楽しいですねーあ CM なの SK は厳しくないですよ SK は厳しくないですよ全然最高の会社ですので優しいけど 二ループ目から打ち解けて、つむちゃん自然と引きで、お、よろしくお願いします <laughs>。京都弁。はんなりーって感じ。京都でも、京都友達いるから。可愛いですよね、京都。確かに可愛い。あのー、京都のお友達ができてから、私はその関西弁が好きになりました。 それまではなんかそんなあのー、ちょっと怖いイメージがあったんですけどあのー、その京都のお友達ができてからもうめっちゃ関西弁好きになってオンラインで広島弁でへえうん頑張りますわ <laughs> かんないオンライン頑張りますね広島弁で話しかけてくださいはたありがとうございますえかまじいの声なんだ かまじいの声を脳内再生したいかまじいの声が脳内再生されないなめっちゃ見たことあんのに千と千尋10回は見てそうだけどね普通の関西弁関西弁あ全面出してくださいはんええ薬剤映画のイメージが強いんだ広島弁 えー、何だろうポカちゃんに会ってくだ会いましょう早くありがとうございますがちかんええー、そうなんだ方言絶対かわいいよね大きく確かに関西弁ってめっちゃ大きくくくってますね確かに <laughs> 確かにくくりすぎてる 作りすぎてますね確かに京香さんの関西弁も好きですねなんとかやからーっていうのがかわいいおいでやすー <laughs> おいでやすーやっぱ関西弁かわいいですね えでもさこの前さあのなんかたまたま西美桜さんの合格お礼配信をちょっと見たんですよ <laughs> そしたら今よりももうパリバパリな関西弁でした可愛か,かった九州弁えー、でも確かにここは博多弁って言っちゃうかもなそこら辺全般のこといとこが博多弁なんですよめっちゃ可愛い,い めっちゃ可愛かったものまねできますちょっとしないけど先輩だから <laughs> いつか許可もらえたらしますね関西弁は南に行くほどきつくなる印象えー、そうなんだものまねマスターしました博多いいですよねいとこが 福岡に住んでます。懐かしいの見ちゃいました。博多弁で、かわ、それは感動しますね。合格、えー、そう、すごい、レアですね。<laughs> めちゃめちゃものまね。うまい自信ある <laughs>。 かわいい博多もかわいい博多はかわいいよね一番かわいいんじゃない <laughs> 一番かわいいんじゃないちっちゃいけど色気はあるとよ九州面で頑張ってるから瀬戸内面 瀬戸内海面瀬戸内海面ねどこだろう広島兵庫もだよねで徳島とかもでしょ瀬戸内海面ってだ何なんだろう <laughs> 確かになんかやりたいな瀬戸内海って何だろう <laughs> どこ <laughs> 確かに前回の3じゃないよってさ すごいあの方言のさ色が強い3人だしたねあんま使ってないけどさあの地方でもさそんなになんていうか方言が強い県と強くない県とかあるけど確かに3じゃないよはほんとバリバリの方言兵庫岡山山広島島口愛媛香川徳島そうなんだね瀬戸内海広 いいい瀬戸内海そう海山口広島岡山桃源に行ってる確かに大阪4人でも12期ね珍しいよね 都内会が分かんないないハートありがとうございますストーチっていうとどこなんだろうね難しいね九州ハートありがとうございますここは何時から始めた21時半から始めた1時間だったら教えてください大分はね違う気がするな ありがとうございます。だからあれでもねスティ t さんがライブに行く範囲ってことだよね。よく。ってことは多分多いとは違うと思う。わかんない。そう地図の話はちょっと。できません。<laughs> そ,のそのカラーかわいい。なんか21時半。いみたいな。あと14本。OK です。 7件ねだからさっきのやつね多分ね12期みんなチリらしほんとおさやちゃんとかできるよ多分 <laughs> チリも苦手どころじゃないですもう知りません <laughs> もうわかりません流れ星ありがとうございます そういやいや聞てほしい昨日ね、初めて奈々ちゃん人形見ました。初めて見ました。せやちゃん、チリ苦手なのか、マジか。頼りの砂が。初めて見た。昨日初めて見ました、奈々ちゃん人形。 でかかった青い衣装で着てた写真撮らなかった着替えに遭遇したいな <laughs> 見下ろしてない <laughs> 見下ろしてないよ 青の衣装でした <laughs> 見下ろしてないよ初めて見ましたお土産あるんだ レナだ喜びの舞レナです <laughs> 喜びの舞レナですすごっえココハのココハやばくないキラキラ送れる見ててえキラキラはねちょっと送ってもらったところでちょっとあんまり誰が送ってくれたか分かんないっていうあれがあるんですけど <laughs> はい見てます 飛んでくるかなうん今んとこキラキラは来てないけどオッケーレナの番ですいいよ <laughs> あ、来た来た来た絶対これだ初キラキラですかまさかの初キラですか イえーイありがとう <laughs> ゆっくり来たって言われてるのちょっとおもろいレベルめっちゃ上がそうなのよ <laughs> まだ送る <laughs> 初めてキラキラ送ったらねレベルめっちゃ上がるのよやばビギナー卒業しちゃうんじゃない寂しくないそれはちょっと ビギナー卒業しちゃうんじゃないビーナー卒業しちゃいますねたぶんこれは寂しいですね寂しすぎなくなった ありがとうー。でも、まだ美金なかった。ビゴナ。<laughs> ビゴナ。<laughs> ビゴナ,ー <laughs> ビゴナーやばい。いや、キラキラです。次はなのかな。わかんないな。いまだビゴナー。 やっと卒業するのか見つけられなくなったらごめんね嘘名前結構見てるからここははートありがとうございますあそっか明日学校お風呂頑張れコハはもうすぐ配信終わります <coughs> キラキラナイスありがとう キラキラ楽しいよかったよかったですよかったですよかったですねえ反応が新鮮で嬉しいねごはもうそろそろ終わろうかなちょっとお手洗いに行きたいから <laughs> このタイミングでバイビーン じゃあここはもそろそろ終わりたいと思います <laughs> 皆さん雪には気をつけてくださいコラコラって言われちゃったコラコラって言われちゃったよ <laughs> 本当に気をつけてください滑らないようにね <laughs> 滑らないようにしてくださーいあオッケーです またありがとうございます。それではおやすみなさーい。おやすみー。あ森についたよかったちょうどいい。おやすみー。おやすみー。